こんにちは。ご視聴ありがとうございます。本日は東京都府中市武蔵野線北府中駅にやってきました。周辺に位置するのは株式会社東芝、東芝インフラシステムズとも呼ばれる府中事業所が位置しています。高崎機関区に配置される EH200 型ブルーサンダーや仙台総合鉄道部および門司機関区に配置される EH500 型金太郎などが製造されている会社です。現在は増備の方行われていません。昨年2023年8月下旬ぐらいの出来事になります。突然やってきますと、こちらの構内試運転線に現れたのはオレンジの変わった車両。この奥、左側に見えている車両です。台湾鉄道向け交流専用電気機関車 E500 型。東芝が製造を受注しまして、最終的に68両製造される予定になっています。そして右を見ますと、愛知機関区に所属します DD200 型ディーゼル機関車。普段はここで見ることができませんが、今回入れ替え作業を行っています。ということであれば、左側に2両連結された状態の E500 型、今回出場しまして、 JR 貨物により甲州走、旅立ちの時を迎えそうな感じがします。この後様子の方見ていきたいと思いますので、本日もよろしくお願いします。改札を出まして近くまで行っていますと、入れ替え作業は終わってしまうかと思います。まずは簡単に見てからにしたいと思います。これで E500 型に連結しそうな感じ。一番手前にはスイッチャーがまだ連結されています。左奥が男子トイレ、右奥が女子トイレです。いや、改札を出て急いで近くまで行こうと思ったら、すでにスイッチャーの方切り離されまして、入れ替えが始まっています。またホームに戻ってきました。そして DD200 型が牽引する2両でしょうか、こちらも入れ替え作業が始まっています。こちらのスイッチャーが工場から引っ張り出してきまして、 JR 貨物に引き渡したところです。そして E500 型最後尾になんとなく反射板を確認することができます。どうやら停車した模様です。スイッチャーに関しては左側工場の方に戻ってってしまいます。今度は E500 型を先頭にこちらに戻ってきます。 DD200 型の推進運転です。少しずつ後ろに下がってきまして停車、 E515 と確認することができます。まあ、本当は入れ替え作業が始まる前にこの周辺にやってきたかったのですが、タイミングが合わずホームでなんとなく見る形になってしまいました。こちら牽引を担当するのは9号機、そして連結されています相手方の車両は E516、 515と先ほど最後尾確認していますので、2両がこの後甲州走されます。反射板を確認。本当は近づいて見ていきたいところです。しかしこちらは有料駐車場、私有地になりますので立ち入ることができません。大変見づらい状況になっていますが、ご了承ください。516と515が連結されています。遡ること約1ヶ月前、8月21日から22日にかけてE511 と514が出場しまして甲州走、
神奈川臨海鉄道末広町駅周辺で見たような記憶が残っています。511、514と順番がよく分かりませんでした。今回は515と516で番号が続いています。こちらはさらにその次の517です。さらに奥にもう一両つながっているような感じがします。おそらく518になるんではないかと思います。続いてもう一両519を確認することができます。結果的に5両この周辺に留置されまして、2両がこの後公衆走。台湾鉄道の方利用したことがありませんのではっきりとしたことは言えませんが、もうすでにたくさんの車両が輸出されています。現地でもこのような感じで見ることができるんではないでしょうか。そこに日本の国鉄型電気機関車が紛れ込んでいます。なんだか不思議な光景です。日本を代表する電気機関車と言っても良い EF210 型桃太郎がタンク車滝を牽引してきました。もう顔を合わすことがない電気機関車同士の顔合わせ。しばらくしますと9号機の牽引により2両はここから旅立つことになります。目的地は左方向になりますが、配線の都合上で右方向にしか進むことができません。一旦武蔵野線を進みまして新座貨物ターミナル駅に向かいます。そこで機関車こちらの9号機を前後に入れ替えまして進行方向を変えます。再度またここの北府中周辺を通過しまして武蔵野南線経由新鶴見信号場、その先は住宅街を抜ける知って短絡線に入るかと思います。機会があればこの先見ていきたいと思っています。さらに進みまして川崎貨物駅までが JR 貨物による公衆走になります。そこで神奈川臨海鉄道にバトンタッチ。浮島線に入りまして末広町駅周辺に向かうことになっています。日本国内で E500 型が走行するのはその区間のみ。当然パンタグラフも上昇することはありません。無動力輸送です。仮にここでパンタグラフを上げても交流専用電気機関車になりますので、この辺り直流電化区間走行することはできません。鉄路での輸送はここ北府中から浮島線末広町周辺までになります。なぜそのような形になるかといいますと、府中事業所の方で製造されまして最終準備が行われる浜川崎工場に向かわなければならないということからです。そして船舶を使用しての輸出になります。この辺りは一切海がありません。海に面している浜川崎工場であればそのまま船舶に積み込むことができます。よって E500 型が日本国内の線路の上を走行するのは先ほど述べた区間のみ。それ以外で見ることは一切できなくなっています。左側から先輩がやってきました。こちらも東芝製造です。台湾機関区北府中派出のような状態から2両の車両が減ってしまいます。しかし次々と製造されますので、また同じような光景に戻るかと思います。日本の電気機関車、製造量数は68両とされています。ということであればまだ50両近くは製造されるかと思います。
ざっくり計算しまして、講習走の方、あと何回行われるのか、一度に最大2両とされているようなので、25回ぐらいではないでしょうか。ということで、関係者の方が出てきまして、お見送り、出発する模様です。何回も見ています。追いかけることはしません。この場でお見送りをして終了となります。この先も引き続き、いろんな列車、いろんな車両、見ていきたいと思います。チャンネル登録、よろしくお願いします。現地の方で活躍を祈っています。製造に携わった方々でしょうか。515、516に視線が集まります。多くの方々が手を振る中出発をしてきました。とても印象的でした。そろそろ北府中駅の方に戻りたいと思います。本日はこの辺で失礼したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。